はい、こんにちは。フォータイプ10PQ 改めダッペの民の村長です。はい、ということで本日はですね、あれの第3弾をやろうと思っております。はい、その年代に合った経済力で買えるコスメで、その年代に合ったメイクをする。なおかつ、私はアトピーを持っているので、お肌が弱い方々でも使えるコスメを使ってメイクをするというものでございます。はい、中学生、高校生とやってきたので、第3弾はですね、20代前半のメイクをしていきたいと思います。はい、ということで皆さん、20代前半は何がありますか？パーリーピーボー、バカ野郎、パーリーピーボーはいつの年だってできんだわ。ボランティアに行ったっけ、80代のおばあちゃんがパーリーピーボーしてるの見た時、軽いトラウマだったわ、こっちは。まあ、それはいつか配信でお話ししますが、パーリーピーボーではございません。はい、20代前半の方々が出くわす多くの場面でございます。はい、それは就職活動でございます。はい、本日はですね、就活に使えるメイクっていうのをしていこうと思います。はい、まあ音楽のファンの方々は知ってますが、村長ですね、デザインとかの仕事をする前職の社会人をしていた時なんですが、面接官をしておりました。はい、もう何やってんのこの人って感じだと思うんですが、もう興味を持ったら就職をもする AB 型ね。うん、あの好奇心旺盛でございます。はい、でたくさんの方々の面接をしてきて、やはりメイクっていうのはすごく大事です。はい、なので村長から見た目線で就職活動に有利になるようなメイクをしていきたいと思います。はい、ということで本日は就活メイクいきましょう。はい、ということで本日もスキンケアからいきたいと思います。はい、こちら、はい、高校生メイクで出てきましたが、ディプレールのダブルセラミドローションを使用します。そして中学生メイク、高校生メイクの時にも行いましたが、美容液に関しては化粧を下地に補ってもらいたいと思います。はい、でもうすでに今もう塗布してありますので、ここからはアフレコで下地からいきたいと思います。はい、ではまず化粧下地を塗布していきます。キャンメイクジューシーグロースキンベース SPF40PA2+、 色はピンクです。メイクが薄くなるため健康的な血色感を下地で加えます。はい、では次はコンシーラーです。資生堂スポーツカバー S100 番、全体用です。シミ、アザ、クマなどくすみに見えてしまうものは必ず消してあげた方が良いです。はい、次にのせるのもコンシーラーです。資生堂スポーツカバー補正色 C2 コントロールカラーです。こちらはまだちゃんとレビューをしたことがないのですが、1回目にのせたスポーツカバーでも消えない場合はこちらを足してさらに隠します。インナーカラーで威力を上げるマーシュフィールドとの違いは、威力を上げるものを先にのせるか後にのせるかの違いです。はい、次はファンデーションです。メイベリン SP ミネラルリキッドロングキープ SPF25PA3+、 色は OC2 でございます。会社によっては面接が短時間で終わる時もあれば、採用試験などが終わった後に面接がある会社もあります。長丁場になる場合はメイク直しをお手洗いでする方がいますが、絶対にやってはいけないです。みんなの休憩が面接官の休憩なので、出くわすと印象がとても悪いです。なのでメイク持ちがいいものを選びましょう。次はキャンメイクシェーディングパウダー、色はハニーラスクブラウンを入れます。ハイライトをがっつり入れるのは絶対にやってはいけないです。なので逆にシェーディングをしっかり入れて、シェーディングを入れていない箇所がハイライトを入れたように見えるという方法を取ります。はい、でちなみに入れる箇所はこういう感じです。はい、次はハイライトです。セザンヌハイライトコンシーラーを使用します。先ほども言った通りなのですが、ハイライトを強く入れられないです。なのでツヤ感として入れてあげるためにリキッド状のものがおすすめです。その際にこのセザンヌのハイライトコンシーラーがちょうどいいです。はい、こちらがハイライトを入れる箇所です。おでこは女性らしく丸みを帯びている方が柔らかい印象になるので、広めに入れてあげるのがポイントです。
次はアイベースです。キャンメイクアイシャドウベース、色はスキンベージュを使用します。こちらはお好みですが、私はナチュラルめなグラデーションを作るときはベージュ系のアイベースがおすすめです。はい、次はアイシャドウです。エクセルスキニーリッチシャドウ、色はセンシュアルブラウンを使用します。就活では基本的にブラウン系のアイシャドウで、グラデーションはナチュラルめが常識です。こちらは薄付きですが崩れにくく、マットですが遠目から見たらわからないくらいのラメが入っています。そして2色で構成するのが一番おすすめです。はい、そして薄い茶色を下のまぶたにもつけてあげてください。遠くから見たらわからない程度で大丈夫です。はい、そして茶色のアイシャドウの境目をしっかりとブレンディングして、境目が目立たないようにしてください。はい、次はアイライナーです。セザンヌロングフィットライナー、色はブラックです。目尻を伸ばすのは絶対に NG です。そして目頭までしっかり引いてあげてください。今回リキッドを使ってますが、ペンシルの方がなお良しです。はい、次はマスカラです。マジョリカマジョルカラッシュキング BK999 番を使用します。こちらはロングとボリュームを両方上げるタイプのものです。はい、次はアイブロウです。キャンメイクアイブロウペンシル、色はナチュラルブラウンです。高校生メイクでした時のようにあくまでナチュラルめに描きます。形は目力が上がるように少し上に向かって細くアーチ型で描いてあげると良いです。はい、パウダーアイブロウはメイベリンファッションブローパレット、色はナチュラルブラウンを使用します。今回は眉マスカラは使用しないので、こちらでちゃんと色を均等にしてあげてください。はい、次はチークです。マジョリカマジョルカクリームデチーク OR313 番を使用します。面接のメイクはいかに可愛くするかではないです。なのでピンク系はおすすめしないです。オレンジ系で斜めに入れます。この時に頬まで入れないように気をつけてください。はい、そしてフェイスパウダーです。キャンメイクマシュマロフィニッシュパウダーマットピンクオークルを使用します。フェイスパウダーは真っ白くなるものはおすすめしないです。面接官との距離が遠い面接があります。その時に顔が白いと表情が読み取りづらいです。はい、最後にリップです。ニベアリッチケア&カラーフレンチピンクを使用します。リップに色がついている程度のものがおすすめです。メイクを直す時もリップをつけ直しているだけに見えるので、メイクを直しているように見えないのでいいです。はい、ということで就活メイク終わりました。はい、久しぶりにリクルートスーツを着ました。私は、まあ、今スーツを着る機会があってもカジュアルスーツとかなので、まあ、こんなにきっちりしたスーツっていうのはもう着る機会は全然ないです。いやー、着て思ったのは堅苦しいなって思います。はい、はい、まあ、ナチュラルメイクとはまた雰囲気が違うっていうのは本当にスーツを着ているからなおさらっていうのもあるんですが、やっぱり独特だなってすごく感じます。まあ、学生の子たちでまだ社会人を経験してない子たちとかもたくさんいるだろうし、まあ、すぐ主婦になって社会人っていうのは経験してないですよっていう方々もいると思います。はい、まあ、面接官が一番に見ていることっていうのは清潔感があるかどうか、そして健康的であるかどうかっていうのを一番に雰囲気で感じ取っています。まあ、健康的であってほしいのは仕事を休まれると困るからっていうのがあります。清潔感っていうのは身の回りをきれいにできないと仕事の雑さとかズボラさっていうのがどうしても仕事に影響を出してきます。そして面接のその間でもいいからしっかりと演じられているかどうかっていうのを見ております。
なのでその中でメイクを作るっていうこともですね、面接官にとってはすごく大事なことで、ただファンデーションだけを塗ってきただけっていう人よりは、目の周りもしっかりメイクをしている方、そしてわからないようにメイクをしていることっていうのがすごく大事です。そういうのをまあ見ながらずっと面接を私もやっておりました。はい、まあ、あとはメイクがしっかりある程度できるっていうことは器用な方も多いので、やっぱりそういう部分に関しての信頼感もあるので、メイクっていうのをよく見ております。はい、ということで、まあ、今回は就活メイクだったんですが、まあ実際ですね、本当に一番大事なことっていうのは、その会社がどういう会社であって、どういうメイクをしていって、どういう身なり、どういう態度、どういうことを話すべきかっていうのをしっかり分かっていることっていうのが本当に一番大事です。まあ、洞察力とか観察力とか、まあ、会社のホームページを見た時にどう捉えたのかどうかっていうのがやっぱり不一致であるなっていうふうに感じるっていうことは、洞察力とか観察力が欠落しているっていうふうにこっちは捉えるので、うん、それが本当に一番大事なことだと思ってます。私がですね、歌舞伎町の撮影スタジオに面接行った時、前日までですね、髪の毛真っ黒のボブだったんです。はい、まあこの仕事をしていたからっていうのもありますが、ただ面接を受けに行った時にですね、私はめちゃめちゃギャルで行きました。はい、まあそれはですね、歌舞伎町という場所にあって、夜のお仕事をしている方々と接するっていうのがあって、結構派手な感じで行ったんですが、まあやっぱりそういう部分でですね、しっかりそういう風に会社のこと分かっているんだな、仕事の内容を把握してきているんだなっていうので、まあ、面接が受かったっていうのもあります。うん、まあデザインの会社とかもそうですし、かっつりとしたスーツを着なくても今は大丈夫なところっていうのもたくさんありますし、ただ一流とかの会社になってくれば話は変わりますし、まあ、それは大学とかで習うと思うので、ただ大学では教えてもらえないメイクを私がまあ動画にしたという感じでございます。はい、ということで本日も動画をご覧いただきありがとうございました。また動画でお会いいたしましょう。フォータイプチップ行きあるため、ダッペの民の村長でした。あ、スーツに鼻くちょついた、汚ね。